グッピー3近代化後のグリーンフィッシュ潜水艦水力増強計画は第二次世界大戦後にアメリカ海軍が実施した潜水艦の近代化改装計画。頭文字を取ってガッピーグッピーと呼ばれた。海軍は捕獲した2隻の U-BOT-21 型 U-2513 と U-3008 を分析することから本計画を開始した。 分析の結果、バッテリーの容量を強化、船体構造の合理化、シュノーケルの増設、下機管制システムの改良という4つの改良点が設定された。海軍は直ちに新型潜水艦の設計に着目したが、感染局は既存のガトウ級、バラウオ級、天地級に対する改良が望ましいと考えた。1946年6月に、 海軍作戦部長チェスターにツ元帥はグッピープロジェクトを承認した。最初の2隻が試験的にポーツマス海軍造船所で回収されたが、結局はいくつかの回収計画が連続して実施された。回収計画はグッピー I、グッピー II、グッピー IA、フリーとシ種のおけるグッピー E やグッピー IB、グッピー3の7通りが実施された。その後、 初期に回収された艦はさらに後期計画で回収された。最初のグッピー回収はオダックスとボモドンに対して1947年に行われた。両艦ともポーツマスで建造された天地級潜水艦であった。外艦上、司令塔、構造物、潜望鏡及びレーダーマスとの流線型化が行われた。流体抵抗を減少させるため、 潜望鏡の一つは削除された。シュノーケルは装備が困難だったため取り付けられなかった。官お及び不随のコンテナは削除された。SV 対空レーダーがセール上部に増設され、特徴的な横の膨らみを形作った。すべてのキャプスタン、クリート、レール支柱指示下が再設計され、削除されるか、潜水時には格納されるようになった。鋭い V 字型の艦首。 フリー,イートボートバウは水中のパフォーマンスを改善した円形のグッピーバウと取り替えられた。これらの修正は缶自体だけでなくそれらの用語も変更することとなった。グッピー転換後、缶の司令塔及びマストサポートの周りの構造はセールと呼ばれるようになった。缶の内部では出力と体積が大幅に増加したバッテリーを収納するため相当の再整理が行われた。 バッテリーは新設計のものが採用され、オリジナルのサー 5Q で採用されたものと比べると、グッピーバッテリーはより多くの薄型プレートが用いられ、高電圧を長時間発することができた。しかしながら、これらのバッテリーは、サー 5Q のバッテリーの対応年数5年に対して18ヶ月の寿命しかなく、充電には長い時間がかかることになった。さらに、 発生する水素ガスの換気が必要であり、バッテリーの端子と集端抵抗には冷却水による冷却が必要であった。126個のセルからなる4個のバッテリーが貯蔵庫、弾薬庫、冷却庫に代わって設置されたバッテリー室に収められた。これらのバッテリーは直列あるいは並列に接続され、広範囲の電圧を提供し、低速から高速まで広い範囲に及ぶ速度を 提供した。動力室では2機から4機の高速モーターと減速ギアが低速モーターに置き換えられた。開放式の照明配電盤は耐水キャビネット式のものと交換された。照明及び他のホテル電気設備は1 2 0ト6 0ルツの交流から1 2 0ト4 0 0ルツの交流が使用されることになった。処理能力が 大幅に増加した新型空調設備も増設された。実戦配備されると、これらの艦は水中下のパフォーマンスが大きく改善された。ポモドンの最高速は水上で17.8ノット、水中では18.2ノットを記録した。オダックスはこれよりわずかに劣った。グッピー。 通勤大化後のキューベラグッピー2回収は1947年から1951年まで実施された。回収内容の大半はグッピー愛と大きく変わらなかったが、潜望鏡と新型のシュノーケルが導入された。3本の新型マスト気シュノーケル、排気シュノーケル及びイザムマストマイナスが追加され、セール上部の拡張が要求された。 艦船局は2つの異なるセール設計を承認したポーツマスセールを装備したいくつかの艦は SV 対空レーダーが装備され収納室の装備が要求されたそのためセールのトップ部分に膨らみが形作られた後の回収ではより小型の SS または SS に対空レーダーが採用されある角度の位置でアンテナのみがマストに収容できるようになったまた 何隻かのグッピー2よびグッピー3回収艦は、セールを推薦状により高く拡張された。これらは、ノーザンセールと呼ばれ、悪天候下の有人活動を可能とした。グッピー2回収が行われたすべての艦は高速モーター、および減速ギアを低速ダイレクトドライブモーターと交換された。このモーターは一軸あたり2500馬力を発した。二隻のグッピー、 アイ回収艦、オダックスとポモドンもグッピー、通回収が行われた。艦選局は、グッピー、通回収のコスト削減版として1951年に、グッピー IA 回収を考案した。グッピー IA 回収は、グッピー、通回収の大半が含まれたが、4個の新型バッテリーの装備とそれに伴う、艦内配置の変更が省略された。代わりに、グッピー IA 回収では、 オリジナルのサーゴバッテリーよりも強力なサーゴ2バッテリーが採用された。これらのバッテリーでは電解質の換気、バッテリーの冷却、タンクの換気が行われた。さらにその寿命はサーゴバッテリーよりは短いもののグッピーバッテリーよりも長寿命であった。ソナー室は魚雷室前方から厨房のもとに変更された。グッピー2回収と比較してグッピー IA 回収は 水中での性能を犠牲にして低コスト、居住性の向上を及びメンテナンス性の向上に主眼が置かれた。フリートシュノーケル近代化後のパイパー海軍は希望する艦すべてをグッピー回収する予算が認可されないことを知り、艦隊に配備する艦に必要最小限の修正を加えるためフリートシュノーケルプログラムを考案した。プログラムはシュノーケルの装着、セールの合理化、 高度な能力を持つ空調システム、高出力化された電気システムの装備が含まれた。甲板上の方及び補助ディーゼル機関は削除された。グッピー回収と異なり、フリートシュノーケルプログラムは元々のデッキ構造、監視部分及びバッテリーが維持された。フリートシュノーケル回収艦はグッピー回収艦に能力的に劣ったが、 能力的な制限にもかかわらずグッピー回収艦と同様の機関を貢献した。パイパー、シーオール、スターレットの3隻は大型の BQR-4A バウソナーが装着された。グッピー E や近代化後のソーンバック、グッピー IA 計画はほとんど同内容のグッピー E や計画に受け継がれ、1952年から1954年まで実施された。 グッピー IB 回収は外国海軍へ対応される4隻に対して非公式に行われた限定的回収及び近代化であった。これらの艦はシュノーケルが装備され、新型のソナー及び火器管制システム、イザムを装備しない点を除いては、グッピー IA 回収にほとんど似ていた。イタリア海軍に対応された2隻は、ガトウ級が回収されたものであった。グッピー3近代化後のクラマゴは。 ありがとうございます。